一宮市立丹陽南小学校は、愛知県一宮市丹陽町9日、市場にある公立小学校。1907年3月6日、丹陽村立丹陽第二尋常小学校として、開校。2008年度から隣接校選択制を導入。2009年4月1日から、文部科学省が推進のコミュニティスクールを導入。児童数は、 2019年5月1日現在で523人。一宮市は、能美平野の中央に位置し、西の木曽川で岐阜県との境界を接する。木曽川に沿った中石平野の低地が広がる平坦な地形で、市域内での地形の起伏はほとんどない。太陽町9日、市場地区は、一宮市の南東部にあり、一宮市中心市街地から直線距離で、 約5 5トル西で、稲沢市、南で、北名古屋市、東で、岩倉市に隣接する。丹陽南小学校は、JR 東海道本線稲沢駅から北東に、約3トル徒歩約40分にあり、2 0 0ル東には、国道22号、名古屋高速16号一宮線が走り、一宮、インターチェンジが、近く、西に青木川、 南二五条川に囲まれた住宅とのうちの残る地域にある標高は6.5メートル。1907年3月6日に川人上小学校と9日市場人上小学校を統合し、太陽村立太陽第二人上小学校が開校した。1947年3月31日、小学校、中学校、高等学校、大学の 6.33.4世を定めた学校教育法とともに教育基本法が交付されたことに伴い、単陽存立単陽南小学校に解消。その後、1955年1月1日に単陽村が一宮市に編入され、一宮市立単陽南小学校に解消。ありがとうございます。